28。すげえな、28キロかもな。もう30キロやん。30キロ。自分で入らへんのかな。そうや。そうや。思ったことなかった。マジで。また過保護って言われるから。あっちすぐ思うけどな、もうちょっと楽にできるんだ。よしよし、こんだろって思ってた。ほんま過保護やな。それが過保護なんかどうかは知らんけど。あ、しぼたカメラ持ってくれるもう一回早かったな。もうええ本人も迷惑やな。あ、ほら、来たで。あ、帰ってた。あ、母と一緒に。まあ、ええけど。何しに行っとったん？彼女は。え？何しに行っとったん？いろんなところに挨拶回りに行った。おはようございます。皆さん、お元気ですか？挨拶しに行ってたのか、からかいに行ってたのか。ひなたとか超迷惑そうやわ。お母さん何食べとんの？楽しいね。またじゃあさようなら。乾いてるやん。サンバは切り。はい。このまま倒れそう。あ、寝ぼけてんの。ちょっとな。28.5 やって。8.5？ うん。200ぐらい増えた。8.3ですな。な。昨日からね。いいんやで、あんた。じゃあ、あれ、触りたい、あの毛。今ならいけんじゃん。え、触ったら怒るふんの。なんか嫌そう。指ゴン。あ、触れた。うわ、うわ、すごい。寝ぼけてんじゃん。すごいな。なんて言ったらいいんやろ、高級。絨毯みたいな。うん。はい、青木さん。母ちゃんですって。母ちゃんの鼻の周りは触ってんの？母ちゃんの鼻の周りは多分手出したら。いやいや、いいこと。いやいや。まずそんな暗闇に行く。よっつあるからね。ね、真ん中へすやで。どれが一番です？左かな、やっぱりずっと。左の方が低い、でっかいやん、まだ。ここ下の方。ああ、うん、確かに。あかんで。あかんで。で、かんだろうか。いや、ほんまにかもっとしてる。痛そう。安心にしとこうかな。その人多分面白くないわ。はい、ツーショット。はい、ツーショット。はい、行け。あんたの足だ。あ、まだあった。あ、まだよ。はい、まだ。まだよ。まだやで。まだ。ちーちゃん、まだ。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 難しいな。
何を求めてんだろう。面白い、面白いことを求めてる。遊ぶに値するかどうか。離れていったわ。いや、ちょっと下に測んねんな。測った。80。80。あ、測った。あ、いつの間に。まあ、いかがか。まだ 84.5。 85。 ちょっと食べたな。 84.5。 はい、終わり。ありがたい、体重計だ。何を求めてんの。この人とは遊びに値するんだろうか。この人毒舌そうやな。どの人のこと。あんたもそうかもしれんけど。この人のこと。すごいよ。ちなちゃん首とかニューイーって引っ張られたりするからね。なんか。ちなつが遅れへんからさ、優しい。あ、ごめん。頭が。血だらけになったな。お。痛い。見てくれるか。全身濡れたら目覚える。目覚める。あ、いかんね。悪が目覚める。あーあ。これ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 。びっくりするでも。いつもオーバーに飛んでくるね。なんかもらっ、ちょっとあげてや、なんか。ああ、ちょっと。危ないで。気をつけなはれやって言われて。一人でそんなとこ気をつけなはれや。ちーちゃんがな、意外とっていくからな。ちびがん、あれ、また勝手にしたら怒られる。怒られてや。いいよ、怒られる役やから。怒られてや。私嫌やで。っていうか、反応なかったな。あ、気づいてなかったんだ。バイバイ。